会場から日本画家秋元浩一がお伝えします。この作品は今回の広島の中国新聞に掲載されました。この作品は、子猫が遊んでいる姿を描いたんですが、お馬ごっこなんですけど、こう題名ではお馬ごっこってなってます。それは赤ちゃん言葉ではないんですけど、お馬って言えないのでお馬っていう感じで、子猫が遊んでる姿を、で下の猫が来るとしんどいなっていうのがよく出てるかと僕は思ってます。秋元浩一がお伝えしました。ごゆっくりご鑑賞ください。